で最後、はい、ちょっと中継の話を聞きたいなと思ったんですけど、ははは、あの今回はさすがにウズベキスタンには行けてないですよね。あ、いえいえ、オフチューブという言い方をしますよね、あれって。海外サッカーと一緒です。あ、だからプレミアだったりブンデスの中継やってるのと同じで、見てるものは、その中継をご覧の視聴者の皆さんと全く同じです。うん、だから見えないものは皆さんと同じものが見えてませんし、だから大変だろうなと思って。相手チームなんか特に特徴がわからないから、背格好もわかんないし、背番号も見えにくいし、これはどういうシステムですかねっていつもこう悩まれてるのを見て、大変だなこれだとちょっと思ったりしてましたけどね。いや、まあでもシステムに関して悩むのは別に普段の海外サッカーの中継ともそんな変わってはなくて、ただそのえぎりの何でしょう、例えばまあセンターカメラのサイズの作り方とか、あとはこう絵のえぎりのその例えばスローの出すタイミング、出すタイミングとか位置とか、さまざまなものが、例えばプレミアリーグやブンデスリーガとは当然違う。うんうん、で今 J リーグは現場でやってますけど、えぎりのコンセプトは海外のものに近づけたい、で近づけるためにどうしたらいいのかっていうコンセプトの共有があるんで、あの僕は J リーグの中継の質は今すごく上がってると思うんですけど、で今回の ACL に関してはそことまた別の基準で作られていて、おかしな絵作りはもちろんしてませんけど、そのスタジアムとかによって絵のサイズ感も違うし、まあ、リプレイのかませ方もちょっと違ったりするっていう点で、まあ最初の2試合ぐらいかな、まあなんとなく合わせるのにあの手探り感はあった。へー、そうなんですね。なんか見てて、なんでそこでスタッフずっとアップにしてんのとかって思うシーンとかあったりとかしてて、なんかね、そこ、まあ、多分現地でこう送られてくる映像そのままなんだろうなと思いながら見てたんですけど、まあでも結構大変だったんだろうなと思いました。あと今年から J リーグってあの背番号の本当を統一させて見やすくしましょうってやってるじゃないですか、はいはい、でフロンターレの場合って41と47が結構似てるなと思って、もうほとんど序盤は全然あれはまあいろいろ理由があって、現場にいたらあのフォントでも多分そんなには間違いない。そのスタジアムでことですか。混乱するケースはあると思うんですけど、現場にいれば。だからその、さっき言ったそのカメラのサイズ感とか映っているものがどういうものかっていう、こう、インフォメーションのベースがない最初の試合に関しては、まあ、探りながらなんで家ならほとんど映んないところにいるとか。で、旗手は、旗手らしく、どこにでもいるみたいな感じになってたんで、まあそれが、まあ初戦に関しては混乱した要因ですから、ただあそこはでも修正しましたよ、2戦目以降は。そこは全部理由が分かったんで。まあ、僕もずっと見てますけど、せっかく似てる感じがやっぱ、家永君と旗手君似て、若干本当分かんないですよ、僕、結構。まあ、明確なんだろう、こうすごい誰、それは間違いないでしょうっていうほどの差はないかもしれないです。なんか、そうなんですよ。でそこに山根君も割となんか背格好似てる感じもしてて、だからその、結構ね、これは難しいだろうなと思って見てましたけどね。まあそうですね。で画質もなんだろう、微妙に違ってたりするところもあった。あと暗かったりしませんでした？画面がなんか画面暗い感じもしてて、照明の問題なんだろうなと思いながら、なんか薄暗いなって感じもする時もあって。まあ、送られてくる画像のいろんな意味での解像度の問題なんかいろんなものもあると思いますけど、まあ、ただ、まあ、その件に関しては別にコメンタリーとしては慰めにもなってなくてまあそれも含めて早めにアジャストするのが、まあ、ベターだよねっていう話で。なるほど。そのアジャストできてないっていうのは、まあ、僕の喋りのスタイルの問題も多分あるんで、そもそもが僕みたいな喋りのスタイルじゃない人がやれば、もっとごまかすことはできてるはずなんですけど、まあ、僕の場合はごまかさないでどうやるかっていうのをこだわってやってきた人間からすると、こう、つかみに行くと、ま、な現象は、初戦に関しては間違いなくあって、でもそれはもう喋りながら自分で当然気づいてた。試合の途中でももちろん修正してます。そこはまあ選手と一緒です。ピッチが悪い、いつもみたいにボール止まらないっていうのはやってみないとわからないじゃないですか。で、例えば、わかんないけど、まあ、家長に射球ミス多いなっていうふうに思うゲームがあったとして、
でも家の中ではなんでかっていうのは自分の中では全部クリアで、うんうんうん、あ、こことここがこうだからちょっと止まんねえなっていうのがあったとして、そうすると試合やりながらこう弾むんで、じゃあここのとこはいつもこうやってるけどもうこうやろうっつって、試合中に多分修正して最後はみんなが気にならないようなプレーをやっていく、まあ、これはあの今たまたま名前を言えながって名前にしましたけど誰でもいいです、うんうん、それもあの G リーグ他に名選手がいるので、まずは江坂でもいいですし、まあ、誰でもいいですけど、あのそういう感じです。だからまあ1戦目に関しては理由はそういう感じです。まあそれはでも視聴者にいろいろ言われるなと思いながら喋ってるからいやいや、あれ難しいですよね本当に。いやいや、これは難しいって言っちゃダメなんで、そう、まあ、まあそこはだからそのこういう事象になった時にどうやって、まあ、始まる前から臨んだらいいのかっていうのは、あの、まあ自分の中では一つまた材料ができたんで。なるほどなるほど。はい、だから次以降また似たような設定のものがあった時に、うん、あの似たようなミステイクが増えないで序盤を乗り切る、なるほど、ことも、まあまあまあ、できるかな。まあまあ、できるかなって感じはします。まあ、あの、ACL で言うと、ラウンド16が、あ、まあ、全部一発勝負か。で、準々と準決がセントラルでやるって言ってましたからね。そこでまたなんか、過密で、なんか、集中でやるかもしれないですけど、じゃあまあ、同じ設定がそこら辺に来るかもしれないってことですかね。まあ、中継頼まれればね、どうなるかまだ分かんないんで。中継を頼まれるようなことがあれば、まあまあ、スタジアム、あるいは絵作りの方向性が少しでも変わってたりすることはあり得るんで、うん、まあ、全く違うものにはならないと思いますけど、特にその絵作りの方向性に関して。ただその、スタジアムが変われば、いろんなものが変わるので。そうですね、確かに。で見慣れてるものではない、まあ、例えばさプレミアとかブンデスであれば大体のスタジアムはもう経験値を持ってるんで、まあ、そこは全然混乱しないですけど。なるほどなるほど、はい、いきなりやっぱりロコモティフスタジアムは敷居は高いわかんないですよね、どこなんだみたいな、まあ、まあまあまあ難しかったです。その子はもう、もうまさに難しかったです、はい、ちゃんとあの壁画というかあそこに電車の絵がこう乗っかってるのがロコモーティフだなってちょっと思いましたけどね。ああ、そこまで気づいてないな。鉄道局かなんか。それは中継してる時はもうそういうところを今回は感じるよりもまず相手のこれが誰なんだっていう。ああなるほど、まあと、まあ、それをまず伝えるのが優先なんで我々の場合は。だそれをオートマティックに伝えるベースがあれば、今江藤さん言った壁に電車ありますねって、あ、ロコモティフだからですねって中継で昨日聞いた一言が言えたかもしれない、まあ、今回はその余裕はなかった。なるほどですね。まあそれだけ必死に状況に対応して喋らなきゃってことなんですね。必死ですよ、いつも必死、いつも必死だけど今回は必死かまたが。まあでもいつも楽しませていただいてます。あの今回もありがとうございました。本当にうるさいだけですから僕。いいえ。じゃあちょっと簡単になりますがこれくらいで、あ、大丈夫ですかもう。はい、はい、理解ありがとうございました。いいえ、全然。また機会がありましたらぜひよろしくお願いします。はい、ぜひご覧ください。はい、じゃあ視聴者の皆さんありがとうございました。また機会がありましたら島田さん登場していただきたいと思います。じゃあ失礼しました。どうもありがとうございました。